皆さんこんにちは、よしまるでございます。2020年の8月の3日月曜日でございます。大決戦ゴジラとのコラボレーションの、感想みたいな動画を1本先ほどもアップしたばっかりなんですけど、その後今日でねダダッとお知らせが上がったので、あと桃子と将軍のね動画も上がっておりました。まあいくつかピックアップしたいんですけれども、とりあえず新しい装備の今日は話でちょっと簡易的に、やりますので、いきなりちょっとキャプチャー出してますけれども、こちら、公式動画よりキャプチャー撮らせていただいているものになりますので、必ずですね、公式動画をチェックしてください。迷彩装備ということでね、まず来ておりますが、防具を装備するとね討伐ポイントがアップ。今までとまたちょっと違う装備を入れてきたっていうね。で、内容見てみると、武器としては、キラパンランチャー。これ実はですね、動画の中で最後に見えてたんですよ。なので、これが来るっていうことが分かってたんですけど、機体としては新武器として、銃とかね、なんかあったら面白いかなと思ったんだけど、銃じゃなければ飛び道具って大体弓なんで、弓なのかな、でも銃だったらいいかなみたいなねことはちょっと思ってたんですけど、一応弓で来てます。で、特性がね、怪獣キラーということで怪獣系で 1.5 倍ということで、癖がかなりある、スロットですね。貫突で、青赤の S 赤 S 赤 S ということで、サブは全部 S で構成されていると。メインは A の爆撃砲ということでね。次性能の方見てみましょう。15秒なんですよね。怪獣系に威力700、それ以外に威力350。これってモンスター闘技場でも使えるっていう感じなんですかね、どうですかね。しかもこれ武器縛りないですね。汎用スキルとして来てるので、例えばモンスター闘技場で相手側にね、要は獣扱いになるのか、でも怪獣って書いてある、もうどうなんだろうなこの辺はね。爆撃砲、とりあえずその汎用的で赤 A って言ったところが一応ポイントにはなってる。そして15秒で少し早めで、そうですね、使えるかもしれないんですけれどもね。闘技場は僕はあんまりやらないのでそんなに狙っていかないかな。今回の本当に大決戦用の装備という感じで、大決戦終わっちゃえばっていう話になっちゃうんでね。で、次行ってみましょう。防具が紹介されてますけれども、キラパンゴーグルがまず、これ全部当てはまってるのは討伐ポイントアップ、これは後ほど触れます。そして襲撃の、これ赤文字で見えないな。なんだ、根炎でいいのかな、これが謎ですね。異様属性ダメージ軽減中。それから体上が、軍備の、守りなのかな。これは謎ですね。HP 超。それからデイン属性ダメージ軽減と光ブレス軽減。両方とも強。キラマシンの方が、強襲の、わかんない、合法でいいのかな、謎ですね。重武装の力、これも謎。それから軍備の、襲撃でいいのかな、ちょっとこれなんか赤文字がちょっと外すやつ見ればよかったな。点灯ガード中もついていると。メラ軽減と炎ブレス軽減が強強ということで、ちょっとね、読み方は間違ってたらごめんなさいね。で、次なんですけれどもね、この討伐ポイントアップ、僕はちょっとなんかあんまり良くないかなっていう厳しめの、意見かな。で、一応これがですね、ツイッターの方でループ福引きってなってるんですよね。で、それを見たところ、今までともうちょっとまた変わった福引きで、ステップ1で10連ジェム1500からで、どれか当たるよっていうね、対象1個確定しますよっていう感じなんですよ。ステップ2ジェム2000、ステップ3ジェム3000、ステップ4ジェム、これ一旦2000に下がるんだ、ステップ4で。で、ステップ5でジェム3000で、
二角になるのがステップ5かな。それまでは期間限定が4までは全部1確定なんですかね。でもちょっと変わった。まあどれかまあ当たりやすいよとはなってるんですが、これね、ポイントアップ、しかもこれ進化っていうまたねややこしい仕様を入れてきてまして、いやここはね、やっぱり差はつけてほしくないですよね。まああとは例えばこれもうポイント終わっちゃった人っていうのはもうレイドをやらないわけだから、マルチがただでさえかそっている中でこれやっちゃうとどうなんですかね、部屋が立つのか立たないのかみたいな話もあるし、そもそもレイドって言われてるけど、まあ大決戦ですね、レイドじゃないんですよね。レイドは6人8人16人で戦うコンテンツなんで、まあ大決戦ですね。そもそも全員好きっていうわけではないことを考えると、まあね、ガチャ引けばちょっとやれば終わるよっていうね、まあそういった救済措置として運営さん入れたのか分かんないんですけど、ここはねやっぱりバランスを考えると、やっぱり全員同じ土台でポイントを貯めていく、まあそこでやっぱりよりね時間を費やして頑張った人だけポイントが多くもらえるっていう仕様の方がいいんですよね。はい。まあそれか、こういうことをやるんであれば装備に入れるんじゃなくて、そのポイントアップの積む上で課金してっていう仕様の方がまあいいのかなって思います。まあいずれにせよ僕これは引かないので、もう本当にね欲しい人だけ、大決戦好きな人だけとか、まあお金に余裕がある人だけ引くっていう形になると思うんですけれども、まあせっかくそのコラボレーションゴジラということで、おっていうね流れこれから作っていけるっていう中で、やっぱこの仕様にしちゃうっていうのはなんかこうやっぱり運営さんのまだまだ考えがユーザーとはなんか違うところにあるのかなっていうね、少し残念なところも、はい、出てきてしまいましたっていう、見えてしまいましたっていうようなね、ところでしょうか。で、大決戦に関してはちょっとまだね始まってないから分かんないんですけど、おそらく長期になるんじゃないかなね、多分最近のイベントって一つ一つがかなり長いので、まあいろいろ開発なことの裏事情っていうのも僕はまあ予測でしかできないんですけれども、まあプロデューサーもね大の大冒険の方で多分忙しいと思うし、そうなるとなんかやっぱり長期かなと、多分前半後半と分ける可能性っていうのもあって、まあそういう概念じゃないかもしれないけど、そうなるとまあこれとはまた別の、福引きも用意されている可能性っていうのもまあゼロではないかな。でそっちが本命というか、そっちはしっかりとしたものになるのかなっていうね気もするんですけれども、だ最初だけとりあえず討伐ポイントアップ出しといて、まあねポイント稼いでください的な、で後半的にはわかんないですけどね、福引きこれは迷彩ということで割とこっち側の装備だけど、敵側のねなんかゴジラ装備とかねあれば多分面白いと思うんで、まあなんかもう一個大きなものが用意されているのかなっていう気もねなんとなく、はい、いたしました。はい、ということでね今回ちょっと簡易的な動画になりますが、まだまだいろいろねちょっとお知らせはありまして、なんか黄金竜も来てた、あとなんかなんだっけな、武器割と大物が入っている装備の武器セレクションっていうのもね、なんか1日無料炊き出しかなこれは入ってたりとか、まあ、いろいろとはあるんですけれども、まああとはもうメンテ開けてみてっていう感じですかね。はい、ちょっとねなんか今後いろいろとこういうユーザーからえっていうような仕様がかなり入る可能性っていうのがあって、まあやり込みもそうですしね、まあなのでちょっとその辺はねやっぱり生配信とかもっとちゃんとやって、ユーザーとのなんかコミュニケーション通りながらもうゲームは絶対開発した方がいいと思うんですけれどもね、まあ、それが今までなかなかできていなかったっていったところで、まあ、この迷彩装備少し物議を醸しそうな予感がしたりしますね。まあ見た目とか、まあ欲しいっていう人はいるかもしれないんですけどもね。はい、ではまた次の、動画でお会いしましょう。さよなら。